は地の果て流されて俺今日もさすらい涙も浮かれるブルーゲイル涙払ってブルーゲイルきらめく力海を目指して翼を開く鋼の機体野心を乗せて風か嵐か青い閃光流行ってのようにザブングルザブングル流行ってのようにザブングルザブングル命をかけて生きてます。
こいつ気絶してやがる。気絶？おい起きろよ馬の骨。やられたのか？さあね。おい。うわあ！どうしたんだよおい。ちょっと腕をね。骨折ぐらいしてそうだよ。へえ。そんなんでよくやったもんだ。お親父が女は大事にしろって。おかしくないよ。だってよ。水をそのくらいいいだろう。ブルメ、スイート。一発も残ってないじゃないか。キル、コンピューターコア外せるか。抜けた抜けた。さあよ。いった。あ、まだ使える。焼けてないし新品じゃないか。他にはなんもないよ、新しい部品は。いいから追ってこい。うん。バザーでこのコンピューター、お、あほっ、ちょっと、スイートを返してくれよ。ん、あんたどこに行くのさ。バザーに行くんだ。一人でか。ああ、お前らのようにウォーカーマシンをいただこうと思ってさ。お前一人でか。ああ。バカじゃないかお前。マシンなしでそんな格好でバザーに行ってみろ。追い出されるかやられるかのどっちかだぜ。行ってみなきゃわからないだろうが。ミザリウトよ。引き上げようぜ。ああ。いいんだかね。何か言ったか。いや、痛むのか。何、大したことはない。そりゃよかった。おっと、うわあ、あ、わりわり、まただ。大丈夫か。おい大将、大将しっかりしてよ。ブルメ、わざとやったね。まさか、こすっからいことやるんじゃないよ。ハグ、バザーだバザーだ。ブルメ、ピットを始めに医者を探すんだよ。大将、バザーだよ。気に入ったウォーカーマシンはありそうかい。結構賑やかだな。カーゴのバザーだからな。子供だけじゃダメだダメだ。ブルーストーンは持ってきちゃいないんだろう。キャリングカーゴさんとこの雇われブレーカーがそんなにお堅いのかい。病人がいるんだよ。いいじゃないか。うっと、いいだろう、騒ぎは起こすなよ。すまないね。子供にしちゃえらいバズーカ持ってんじゃねえか。子供だけで食ってんだからいいじゃないの。重たいだろ重たい。ウォーカーマシンでやろうってのか、面白い。見てもらいたいじゃと。カラさん、金塊がこれだけあるって言うんだよ。うん、どこに落ちてたんじゃ。私たちの汗の結晶だよ。ジロン、どういうつもりだよ、金を使って。いいじゃないか。ほら見せろ。右腕が痛いんだ。
誰だ、石が混じってる。半年だから横に当てたんですよ。どうだザブングルは。私の趣味じゃありませんね。若い者にでも使わせちゃうとです。私にはプロメウスがあります。バザーの邪魔だ。ザブングルで止めてみせろ。はやってみせろよ。は一週間はギブスを外せんじゃな。わかったよ。臭いなこの服。文句言うな、くれてやるんじゃ。捨てるつもりだったんだろう。メデクさん、じゃじゃあね。金が、あいつら、どこにいるんだ、どこに、くそー。頭痛の薬くれ、先生。邪魔だ。患者俺だぜ、先生。お宝、お宝。どうせすぐ見つかっちゃうぜ。3日間逃げ切ればそれっきりだし、直に自分の手で受け取らなかった医者がいけないのさ。それになんで私があんたのためにお金を使わなくちゃいけないのさ。そりゃそうだ。どう、めぼしいウォーカーマシーンはあったかい。人間並みの動きじゃないか。でも人形見た、キャシャじゃない。いや、あの手を見たろ、人間そっくりだ。お前ら、キャリングの旦那のバザーの目の前でよくもガチャガチャやってくれたな。さっさと伏せろ。二度とキャリングの旦那の前に姿を見せるな。邪魔が入ったのか。誰のウォーカーマシンなんだ。キャリングカーゴのらしい。キャリングの、あれにするよ、気に入ったんだ。一人で手に入れられるわけないじゃないか。だから手を貸しとくれ。え、なんで俺が手伝わなくちゃなんないんだよ。私が手を貸すからさ。え、医者の面倒だけじゃなくて今度は私のやり方が嫌ならいいんだよ。いいんだよってよくないよ。あいつの手見たろ。しかしラグは好きなんだろ。グルメはライバルができんのが嫌なのね。そんなんじゃない。どうした？俺のことでいさかいか？まあな。あれは今までにないタイプのウォーカーマシンだ。趣味としちゃ面白いしな。すまない、後々のことを考えるとあんなのが欲しいんだ。あたいもテイカスで。ありがとう。まあ人にはいろいろ事情あっからな。ああ、でどうするラグ。こいつ、ホコリがさ、入っちまって。まあいいか。うん、どうする。俺ならあれを使うな。ほら、そろそろ夜景の準備をしてね。へい、お嬢さん。1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、プロコンビエフ、ラブリーローズ。なんで私の理想を話したら分かってくれるの。私の夢はね、この地球に香り高い文化の花を咲かせることなの。どなたでも、どなたでも早く。いや、いや、どうも。上手にはなっているよね。私はもう、この世に文化のためよ。そりゃもう、私はラブリーローズもね。そりゃお姫様のためですもん。いらっしゃって。お客様のようですよ。えっ、こら。なんだ。エチカゴ、動くんじゃないよ。なんでさ、私たちがサンドラットって知ってるだろ。乱暴なのね。私はね、この地球に文化を育てようとしてる身なのよ。だからって人質になれないってことはないだろう。あ、あった。だって動かないで。こっちも動いちゃダメ。人質を取ったってパパはお金は出さないよ。青いウォー
ーカーマシンをいただくだけさ。動かないで。どうした？動くな。欲しけりゃ勝手にやったら。アイアンギアの前の倉庫にあるわ。サイダー、チル、やめとけ。なんで？人は見かけじゃないってことさ。まったくさ、凄腕の女だぜ。でも最後のセリフは本気みたいだ。そう思うだろ？わしらにはいいスポンサーだ。親父さんとはうまくいってないみたいだけどね。ラブリー、本当のことじゃないか。サンドラットの面目丸つぶれだよ。もうあんたの問題じゃない。なんとしても青いウォーカーマシンを奪い取ってみせるから。ダイク、ブルーム、オートマチックなんかがあるからよ。どうした？罠じゃないかってよ。罠か。そうだな、あのお嬢さんってのは仕掛けたのか。可愛くない女だよ、ジロしちゃったから。まずいじゃない、そういうの。あったんだろ。エルチって子、嘘をついてないな、ね、こんなのがウォーカーマシンになるのか。冗談みたいだな。喋るな。あとは武器の使いようだ。どうした？第二格納庫に賊が侵入。では挨拶ぐらいしたらどうなの。ごちそうさまです。そんなことをやってる暇に賊を逃がしたら給料減らすぞ。じゃ旦那。ガサツなんだから。本当に来たんだわあいつら。ジロン大丈夫か。ロックマンの息子だぜ。ウォーカーマシンぐらい。ハンドルは押さえてる。ブレーキ外すぞ。ウォーカーマシンの連中を叩き起こせ。お、落ちるぞ。アクセルが甘いんだ。ホバーがかからない。あ、動くな。落っこちないで。上からトレーラーが抑え込んでいるんだ。旦那のウォーカーマシンだ。打ち壊してはならねえぞ。なんか言ってるぞ。逃がさなきゃいいんだろ。うわあ、かかった。ハンドルを。腕を押すな。どうすんだよ。引いてくれ。うわあ、マシン。ガンダーム、どうぞ。そう、あ、ザブングルか。
イプを一撃か。取り返せ、何としても。こいつか。パワーだ。あのバカさっさと逃げないから。いや、逃げるつもりはないんで。初めてにしちゃよくやってて。やってるやってる。でもさ、あー無茶じゃ面倒見切れないよ、たくさやるな。またもう一台あったのか。負けるか。エルチ本当に来るとはね。見上げたもんよ、あんた。やっぱり罠だったのか。あっ甘えた。くそーそういうの好きよ、おやり。わっ、ああ、捕まっちゃった。要するにお調子者なんだぜ、あいつらしいな。ああ、嫌になっちゃうよ。あんなお嬢さんに引っかかっちゃってさ。放されたジロンを待っていたのはエルチの仕掛けた試練です。テカエシナカエポーラはジロンに迫ります。さてジロン、脱出できますか。次回、戦闘メカザブングル。ザブングルはもらったよ。早手に乗って流れます。ジロンアモスはどこへ行く。